違う。ビーンズの T さんは、はい、ある意味もう名言しか言わないからね、レッスンは。いや、T さんと。あの人がレッスンしたら、うち、呼びたいよ、俺。俺も見たい。あの人のレッスンは名言よ。ね、もう歴史に残るレッスンしか言わないから。T さんはちょっと今日すごい。僕だって彼のおかげで左足下がりが得意になったんですよ。あ、そうなんですか。え、なんて言われたんですか。いや、左足下がり、いや、うん、宍戸の練習ラウンドね、はいはい、その前の週僕他のプロと宍戸に来たんですよ、はいはい、練習ラウンドね、うんうんうん、まあこんなこと言ったら本当は試合サボって行っちゃったんだから、うんうんうん、もうペナルティーだけど、うんうん、もう時効だからいいけど、うんうん、他のプロと来て、はいはい、何番だっけ、すっごい打ち下ろしで真ん中に木があるんですよ、うんうん、何番だっけ、もう最近行ってないんだよ、うんうん、こうドライブ打つともうセカンドが左足下がりで真ん中に木があって、はいはい、え、パー5？いや、パー4ですね、パー4、うんうん、それで、そこで大ダフりしたんですよ、うんうんうん、その前のラウンドでね、はいはいはい、で、プロに笑われて、うん、それで手島さんが、あの人英語ベラベラだから、はいはいはい、僕そのシンガポールの選手のフォローアップをしてて、はい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 、マーダン・マーマットって言うんですけど、うんうんうん、そいつの練習ラウンドついてて、うんうんうん、で、手島さんと話してて、うん、左足下がりでラフっちゃったんだけどさ、うん、左足下がりってどうやって打ったの、うんうん、どうやって打ったの、うん、斜面内にね、まあまあ、左体重に構えてスイングしてる、うん、いやいや、それってさダフろうと思って打ってるよねって、ダフるしか打てねえじゃん、うん、それ、うんうん、なんでって、だって雑誌のレッスンでいろんなプロが左足体重で構えてって言ってんじゃん、うん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 、いやいやいや、あんなのめんどくせえから言ってるだけだよじゃあさ、って左足体重じゃあ左足下がりって、うん、なんで難しいか分かってるって言って、うん、いや、なんで届かないんだ、うんうんうん、いやだから、うん、なんで届かないかって言ったら、うんうん、左足下がって左に体重かけて、うん、そのまま打つじゃん、あ、バックスイングするじゃん、はいはいはい、左体重から、うんうんうん、だから人間ってさリリースするときにさこうするしかない、あ、確かにそうですね、うん、こっからこうはいけない、そうだ、そりゃそうだ、だからダフる、うん、そりゃそうだ、へ、じゃあどうすりゃいいの、うんうんうん、いや、左足ちょっと構えてみって、うん、プロがアイアンくれて、うん、やって、うん、こう傾斜通り構えんじゃん、うん、最後に右腰にグッと体重乗せんの、うんうん、へ、傾斜と上半身を逆にするの、へ、うん、下半身は、はいはいはい、わかります、だけど結局まあ分かりやすく言うと右体重で構えなさいと、うん、右体重で構えとけばそのまま手で上げる、うんうんうん、手打ち、うんうんうん、まさしく手打ち、はいはいはい、なぜ左に乗れないかというと左が低いから右に体重移動がしにくいんですよ、なるほどなるほど、だからリバースになっちゃう、だから指導の前に右にグッて乗っとけば、あと手で上げれば、はいはいはい、こっからもうこうはいけないじゃん、そうだ、もう左バーンってもう打ったらもう下走ってっちゃうぐらい左行くから、あの打ち出るから、そうかそうかそうか、そのぐらい球は低いですよ、うんうんうん、だから左足下がりの場合は一個注意点としては綺麗な球は望むな、うんうんうん、低いスライスでいいの、うんうんうん、そのイメージで言ったら綺麗に取ってるから、そうかそうか、アマチュアはとんでもない難しいとこから全部綺麗な球を打とうとしすぎんだよ、そうね、そうだから僕左足下がり打てるようになったんですよ、いや、なんかそれはすぐ使えそうな技術ですね、その T さんがね、話戻るけど、うん、1ヤードキャリーって、あ、1ヤードキャリーね、手を振ったら1ヤード以上飛んじゃう、うん、これはすごいいい練習、うん、で僕はやってるんですけどね、うん、いや完全にバックスイングしたらあとパンってもう左の股関節と右膝の送りはドライバーと同じぐらい動く、うん、ちょっと1ヤードここって、はいはいはい、だからそれが手を使わない、え、バックスイングどのぐらい上げるんですか、バックスイングちょっとです、まあちょこっとね、うん、腰というか、あ、それの制限はないのね、制限はない、あ、それは別に自分のあれで、うん、制限なんですよ、ゆっくりこう切り返す、うんうんうん、でもそれが手を使わないスイングのハーフウェイダウンからインパクトの縮図なんですよ、うんうん、そこが、うん、そうかそうか、まあでもね、皆さんいろんな考えがあるんで、うん、手打ちも否定はしないですけど、まあどっちかご自分で選べばいいんじゃないですか、うん、結構 YouTube ってみんなそれは違ってますとか、うん、それはそうじゃないですってこう皆さんコメントしてきますけど、自分がそうじゃないと思ったらスッていなくなればいいんで、そう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 だと思う人が吸収してくれればいいんで、ね、うん、まあまあ皆さんいろんな考えがあるんで、
だからあれですよね、うん、あんまり軽々しく否定はしない方がいいね。うん、やっぱ否定の証明って大変だから。そうですね。ただ、どっちに自分は、こう、うん、すってこう、聞き入れられますかというか、うん、で、いいんじゃないですか、その判断。だって、簡単に活字でね、いや、左足下がれ、右体重で構えてくださいって言われたら、全部否定されますよ。そんなわけねえじゃん。そっかそっか。でもその理由っていうのは、うん、活字じゃ表現できないんで。まあでも今お話聞いてたら全然。そうです。だから